鬼肌家族は、ワニトカゲギスモク、横へそかにところ属する魚類の分類群の一つ。鬼肌カシーティアラヤなど13種が所属し、いずれも、水深200から2000メートルの中層で、遊泳生活を送る深海魚である。その生物量は莫大であり、地球上の脊椎動物として、最大の個体数を持つ一群と考えられている。鬼肌家族は、ワニトカゲギスモクに所属する、 深海魚の属の一つで2006年の時点で13種が知られている。分布範囲は非常に広く極限を含めた全世界の海洋に生息する。特徴的な細長く弱々しい体つきから鬼肌家族の魚類を見分けることは比較的容易である。体長は最大でも7センチメートル未満と小型であり、小さな目と大きな口、そして複足に並んだ。 発光器を持つ。海底から離れ、中層を漂って生活する、遊泳性深海魚に分類されるグループであり、その数は非常に多い。銀肌か浮毛所属の魚類と並んで、最も個体数の多い脊椎動物とされ、中心層から全身層にかけての深海の生態系で重要な役割を果たしていると考えられている。鬼肌家族と同じように、 中心層で卓越した個体数を持つグループとして、裸ワシ科がある。鬼裸族は、裸ワシの仲間とは異なり、日周延長移動は行わない。鬼裸類は、水分や脂肪分が多量に含まれた脆弱な体をしており、活発な遊泳には全く向いていない。ほとんどの時間を動くことなく漂って過ごし、動物プランクトンや貝足類を主な餌としている。 鬼肌家族の魚類は体格や吸気管に性的不たなりを示し、一般にオスはメスよりも小さく、高度に発達した嗅覚を持つ。鬼肌カルイのオスはメスから分泌されるフェロモンを敏感に嗅ぎ取り、効率的な繁殖に役立てているとみられる。嗅覚の性的不たなりは禁煙である横江相属や、アンコウ類など一部のグループで知られているが、肌界はしか、 ワニトカゲギスカといった他の多くの中層有泳性の深海魚には見られない特徴である。繁殖、産卵は深海で行われる。卵は浮き性卵で表層までゆっくりと浮上しながら発生する。死魚は餌の豊富な表層で生活し、ある程度の大きさに成長した後に本来の生息推進へと移行する。鬼裸と南鬼裸しいマイケラドンの2種は、 有性戦術による性転換を行う。これら2種は全てオスとして成長するが、ある体調に達するとメスに性転換し産卵を行うようになる。同じような性転換は横へ所属の一部にも見られる。成長した大型個体がすべてメスとして繁殖に参加することは全体の産卵数を増大させ、種としての存続を図る上で有利に働くと、 考えられている。鬼肌家族は、水深200から2000メートルに分布するが、この範囲すべてが、生活圏というわけではなく、種類によってある、程度分布範囲が決まっている。生息水深は、大きく4つ、上部中層、中部中層、下部中層、深層に分類され、身体構造や、生体の特徴はそれぞれ異なる適応を示している。鬼肌家族は、 中腹下層から全身層にかけて分布し、中心層での分布は上中下の3段階に区分される。上部中層には雪鬼裸しいアルバなど3種が分布する。深海の中では比較的明るい範囲で、いずれの仲間も白色から透明の体色をしている。成長は比較的早く、生後2年程度で成熟し、最大でも4センチメートルほどにしかならない。 生涯の産卵回数は一度きりで、卵の数も少ない。上部中層の鬼肌軽いは、幼体形質を起こしており、未熟な体付きのまま早期に、生成熟死生態となる。体には透明な部分が多く、骨家の程度も低いなど、死魚器の特徴をそのまま残している。乏しいエネルギー資源を、生殖腺の発達に振り向けた結果と解釈され、防遠魚化、 そこを組めうおかなど他のいくつかのグループにも見られる特徴である。中部中層からは、灰色に裸しいスドパラダなど2種が知られる。背中側は黒色、腹側は透明の体色をしており、上部中層と下部中層の中間的な特徴を持つ。体長3センチメートルほどで成熟し、5センチメートル程度にまで成長する。複数回にわたる産卵をする。 水深500から1000メートルの下部中層は日光がかろうじて届く限界で体色はほぼ完全に黒色となる。鬼裸南鬼裸線鬼裸しいアックリニデンズ、薄鬼裸しいパリダなど6種が分布する。日本の太平洋岸では鬼裸が数の上で優勢であるがハワイ沖では薄鬼裸が多くなるなど海域による住み分けが認められる。 体長4センチメートルで成熟、最大体長は6センチメートル程度。産卵は複数回にわたり、卵の数は3000から4500個になる。シーピゴミアは地中海固有の鬼肌軽いで、株中層種としては例外的に早熟し、産卵は1回のみである。上部中層の種類と似ているが、養鶏化はしていない。 黒鬼肌かシーオブスクーラとシーパラパラダの2種が知られ、前者は黒色、後者は透明の体を持つ。鬼肌軽いの中では、最も大きくなり、体長7センチメートルに達する。赤道付近の熱帯、亜熱帯の深海に分布し、詳しい生活史はほとんどわかっていない。鬼肌家族は、横へそかに所属する他の4族のうち、横へソ族と最も近縁である。主として、 ミトコンドリア DNA の塩基配列に基づく近年の分子生物学的解析により、鬼肌家族そのものの単系統制は確かなものとみなされている。その一方で、横へ所属が側系統群となることも同時に示され、全体の単系統制を維持するためには、鬼肌軽いと横へそ類を合わせた群を新たに定義するか、あるいは横へ所属を分割する必要があると、 考えられている。鬼肌家族の祖先は、下部中層から全身層にかけて、比較的深いところに生息していたことが、前述の系統時から推測されている。進化の初期段階からの深海への適応は、他かけだ族など、他のグループでも知られている。その後の進化に応じて、生息推進を浅くしていったと見られるが、中部中層から上部中層への移行は、 連続的ではなく、下部中層で暮らしていた別々の系統がそれぞれ独自に獲得した生活様式であることが示唆されている。三体用に広く分布する雪鬼裸は同種内での遺伝的多様性が極めて高く、集団間での延期配列の違いが10%に達することもある。中部太平洋の個体群は大西洋の集団と 西部太平洋の軍は、インド洋のものと近縁で、同じ太平洋のグループ同士での遺伝的関係は、むしろ遠い。この得意な関係は、パナマやティモール海が太陽を隔てる障壁となる前に、形成されたとみられ、鬼肌軽類の分布と進化を研究する上で、従来の形態学的手法のみでは得られない、新たな情報を提供することになった。以下は、 鬼肌家族サイクラースンとして記載される13種のリストである。掲載順は宮及び西田によるミトコンドリア DNA の延期配列に基づく系統順位に従った。ありがとうございます。